また交代で入った選手がしっかりとこう点に絡んでゲームを決めていくようなそういうチーム その厚みっていうものも感じましたね。はい、今前半スタート、まずは横浜 FC ガブリエウ中に運んでライトを使っていきます。上げていく中央矢野、その後ろシュート、矢野と根本が飛んでいました。まあ、これインスイングの中しっかり準備できてましたから、まあ、そこに対して鋭いボールでヘディングシュートまで行きましたね。まあ、少しこう戻りながら、まあ、競ってる状態だったんで、拾った八千田、また繋がる八千田、飛んでいく八千田、どうする、スルーパスを狙う黒崎、わずかにバーの上、時には大きなチャンスでした。ディフェンスラインに対してもオーガナイズというかね、コーチングというのは非常にしていると思いますね。はい、さあここは大島クロスボックス内つないで矢野クリアです。ボレーシュート、福森の左足わずかに枠にはいきませんでした。縦のボール、グティエレスから根本、ボックス内根本シュート、よく触ったブルーバーセン、八千田右足ゴール前、後ろから左足神戸つないだゴール前クリア、シュートだグティエレスで、こぼれたボール、ボールだったと思いますけども、これよくね体無理聞かせながら触りましたよね。福森でしたね、シュートは。今度はアウトスイング、ニアヘリング、さらにヘッドはナイスキーパークリア、守っていくカメ FC。 まあ、このボールよく反応しましたね。で右で呼んでいる、あ、さあ逆にチャンスだ、ミネイロパスを選択かました、山下クロスだ、長谷川拾って、まあ、ここ黒崎選手出たのでそこを狙ったんだと思うんですけど、まあ、そこ切り替わったところですよね。まあ、栃木からすると守備陣形崩れていますから、まあ、そこを横浜 FC からすると、ここも中盤で神戸、さあ拾ったボールですが、ここで試合終了、0対0引き分け、お互いにゴールを奪うことはできませんでした。